えっと今回もですねパソコンがちょっと修理中なのでえー、っと今日はですね Android ではなく iPhone で撮っておりますえー、っと割と近めにして音もこれで入るかなと思いましてやっておりますがえー、っと今回はですね以前もちょっとお話ししましたが 経済とか財政政策についてちょっと固い話ですがえお話をしたいと思います。んでそんな話をしたかっていうとですねえとまたなんか消費税増税の話がちょろっと出てきたみたいでえー10%決まったらまあ15%にみたいな話を財務省なり経済同友会なりがなんかもうそういう。 次の手を打ち始めたらしいんですけどねえー、っとまあそれをうん知ったのはこの三橋貴明さんっていうなんか割と「チャンネル桜とか出てて右寄りのちょっと論客として割と有名で、えー、今年の頭にもなんか奥さんに暴力振るったとか言って寝、えー、トうよとか言ってあの揶揄されてましたけども。 えーとまあ、政治のそういう外交的な面はちょっと僕とか原発政策とかリニア推進とかはちょっと僕とはあ考え方違いますが基本的な、ま、国のマクロ経済とかマク,あマクロな財政政策とかに関しては、えー、と割とこうテレビとかも出て。 いう方の中ではまともな方は、まあ、三橋さんぐらいかな最近はとかあと森永さんですかね森永卓郎さん。えー、まあ割とテレビでまあテレビも最近見ませんけどもテレビで見てる中でまともなことをおっしゃってるのはこの三橋さんと森永卓郎さんぐらいでですね、えー、と何がまともかっていうとマクロの「 経済のの見見方を、まあ、需要とと供給のバランスででててるってことですよ、ね、えー、っといわゆる小泉構造改革以降、まあ、竹中平蔵氏はじめ基本供給側しか見てないで供給側をよくすりゃ景気もよくなるみたいなあ,あとまあ、えー、それはまあ経済政策で財政に関しましてもですねえー、っとプライマリーバランスの話で。 国の借金どうだらっていうやつですけどもえこれもですねえと三橋さんもおっしゃってますが赤字国債とかそういうプライマリーバランスも対 GDP 比でで本当は見るべきなんですよねえと日本の GDP に対していくら借金があるかとかまあ政府が負債を持つかってことで。 えー、政府が負債を持つのは、まあ、日本みたいな貯蓄志向が強い国ではしょうがないお金とて回していかないとおそこで止まっちゃうものなんで、まあ、その言い,い割は別にして、えー、そのことを理解しないでやってきたのはこの20年あの橋本内閣以降なんですけどね、えー、金融ビッグバンとおなんかあなんだ構造改革か えそれで国内で回ってたお金をもうビッグバンでウォール街はじめ海外に持ってかれちゃったりとかあと財政政策もお目先のプライマリーバランスをばっか言ってることで自利品になってる日本の経済がそれはお金が回らなくなっちゃったからですよねえ国庫に吸い上げられちゃった特に消費税は消費に対する罰なんで 特に日本の GDP に個人消費なり、まあ、内需が占める割合は67割占めてて、まあ、それアメリカも同じなんですけど韓国とかみたいな8割9割外需に頼る国と日本はちょっと違うんですよね。えー、にもかかわらずなんか TPP もそうですが輸出,輸出のするためにもっと頑張ろうみたいな、えー、誤解があるみたいで。 えー、そうすれば GDP も上がるみたいなのは要するに G の GDP のうちの3割ぐらいしか輸出ってないんであとは日本の国内のサプライチェーンで回ってんですよね基本的にはね、えー。それだけの経済力技術力サプライチェーンの強さがあるにもかかわらず輸出志向みたいな今のなんか全体的な、えー、日本のそういう。 皆さんの考え方っていうのは間違いだと思うんですよねまあその辺を指摘してるのはまあこ三橋さんだったりこの森永さんですね、えー、あと菊池さんってえもうそのものズバリ日本を滅ぼす消費税増税これは5%から8%に上がる前の本で今度8%から10%いくんで、えー、本当にねえまたこの本再販してもいいんじゃないかってくらいの 本当に怖いな強硬型デフレだってなんで強硬型デフレになるかっていうのはその需要と供給のバランスをね考えれば見えてくることですで同じようにそうこの方も元々日経にいた田村さんこの方も同じようですね財務省狼少年論でこれは要するに財務省批判、えー、消費税とか増税ばっか考えて、えー、日本の 全体の経済を考えなのなで,す、ね、でなんでえー、っと供給と需要のバランスっていうことで見れるようになったかっていうと小泉構造改革の頃もう10年ぐらい10年以上前になんかおかしいなと思って勉強し始めた頃にえー、っとこのリチャード・クーさんのデフレットバランスシートの不況の経済学 これを読んだのがきっかけで、これを読むと非常にわかりやすいです。えー、需要と供給のバランスを考えないと経済全体が縮小してっちゃうっていうのがね。で、この方の考え方があったので、えっ、ー、と2008年のおーリーマンショックの後、FRB 議長だったえっ、ー、と、えー、バーナンキー なんかリチャード・クーのそういう理論をご存知だったようでそれであれですよね国債をバンバン発行してそれを FRB が買い取るって言って経済の π 全体を民間が縮小したり信用縮小したり民間が縮小してマイナスになった分を政府なり FRB が持つことでアメリカ全体の経済の π を小さくしないっていう政策を取ったんですよね。 えー、そのもとの,の考えはこのリチャード・クーさんで,でこの本すごいそのバランスってことに関しては分かりやすいですはいえー、ちょっと古いんであれですけど内容は今でもね通用するんではないかとでそうですこの時の状況とちょっと変わってきて日本の企業のバランスシートはよくなったんですが そのまま貯蓄う借金全部返した後、貯蓄っていうか内部留保を貯め始めちゃってね、えー、その内部留保を日本の実体経済に流さなきゃいけないのになぜか貯めてしまっているという,うそれは、えーとまあ、法律的な、えー、問題もあったりしてねやむを得ないっていうかあの買収されちゃう危機器がどうしても出てきちゃうんでえー その小泉改革以降の法律改正で、えー、なかなかね、えー、内部留保を崩すのが難しくなっちゃってるんですよね。えー、そんな感じで何を言いたいかというと、えー、今のテレビとか新聞のうんメインの論調の経済、えー、マクロ経済論とか財政論は間違いだと。えー、で皆さんそこを知っていただきたいと。 で今ご紹介したような本なり、まあ、三橋さんのブログとかもそうですけどマクロ経済もしくはマクロ財政政策について、えー、なんかもうちょっとね、えー、ちゃんとした情報を皆さんが得るとなんかマスコミとかの煽りにも合わ,わずにこう冷静に判断をできるんじゃないのかなとか思いますね。 えー、まあ僕がここで行ったところでビビたるものですけども一応ね専門学校卒の自分でもまあ本を読めば少しはそういうことが分かったというね、えー、一つの僕の例なんでえー、とぜひぜひ皆さん、えー、マクロそうですねマクロ経済っていうのはとりあえず家計とは違うってことなんですよねこれもな何のことだって言われちゃうかもしれませんけど。プラススマイナスのから フローのマイナスだけ見てていちゃダメってことですよね、えー、ストックも含めた全体で見,見ないとでなおかつその全体を維持していかないとどんどん日本の経済は縮小していっちゃうよっていうところをですねご理解いただきたいなと思いまして、えー、あとこれですねリチャード君の日本経済はそ2つになるこれはあのさっきのデフレットバランスシート不況の経済学の続編でしたけどね これももうなんか中国,中国が没効してくるぞっていうところの本で今もう没効してもうね日本の GDP の2倍だが3倍だがなっちゃったんでえー、あれなんですけどとりあえず僕的個人的にはこの本がおすすめですねえー、割とブックオフとかでも安く出て出てたりするんで、えー、おすすめですはいちゃんと買うのが筆者にも印税が入ってよろしいんでしょうけどおまあそんな感じで えー、ちょっと長くなりましたが終わりたいと思います。